いやー、この前さ、鍋食べに行ったんだけど、1人前2つって俺頼んだの。2人前頼めばよくね？はけおいのかがたまっからすかけです。本日はですね、以前あげた動画で0ポイントしか塗ってない武器とか全然使ってない武器っていうのをね、紹介したと思うんですけども、なんと今回は一番俺が使っている武器を紹介したいと思います。そしてね、その武器がなんとこちら、ドゥワーン！ローラーです。スプラローラーですね。で、こちらのスプラローラー、なんと100万ポイント塗っていますよ。はい。で、ちなみに2番目がバケットスロッシャーの50万ポイントでした。なのでね、今回はこちらのローラーを使ってガチマッチやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。レッツラーガイン。さあさあやっていきますか。今日はね、ローラーを使っていきたい、いきる、ローラーを使っていきたいと思いますって言ってもね、いつもねスプラローラー使ってるからね、なんかね、一番ね塗ってる武器とか言ってさね、タイトルとかにしたけどね、いつもと変わらないっていうね。まあさあやっていきましょう。左いるかな。来てますね。さあ、うわー、マルチミサイル早すぎだろ。これ行くしかないじゃん。ここいないな。うわ、デュアルか。射程きついな。これは勝てない。来てくれれば。来たね。オーケー、読んでるよ。ちゃんと君の行く先はどこにでも逃げれないからね。ね、真ん中どけ。よっしゃ、やり、いけ。君もローラーだったよね。やっぱ死んだこれ。やれたわ。おお、死んだこれって敵のことだし。おお、敵のことだからいいね。100万塗りポイントってなかなかだよね。でも結構ね。さあ、まずはここにイモリたいと思います。イモリです。さて、おいで。来たな。3210。うえー、いいタイミング。これ言ってたと見せかけてここにね残って、もうここに盛ります。あ、ナイス、かばれる。あー、どうもどうも、相打ちナイス。おっ、あ、来た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 。おいでおいでねえ、ビーコン安全じゃないからね。逆にこ、ちょっと待って、ねえ、雨やばい、雨やばい、雨くっそ、マジか。エリア内で死んじゃった、ごめんなさい。エリア内で逃げちゃダメだったな、今の、うん、でもさ、100万塗りポイントってさ、もうなんかどんくらいすげえかわかんねえけどさ、普通にすごいよね。なんかもちろんね、すごい人たちはね、500万とか1000万とか言ってる人たちいるかもしれないけど、ローラーって別に塗り武器でもないじゃん。それでね、100万塗りポイントもいけるって、もう割とね、やってる方だと。左に行ったやつどうした、左に行ったやつどうした。いやー、これとつるのはちょっと危険だよな。いや、これはね、ゆっくり降りてしぶき見せない。ここにあくまでいませんよと。あ、いや、ナイス、味方やってくれたね。着狩りしようと思ったけど、ローラーバシバシやってんな。ここ行くか。ここ縦振り。あと1発。あと2発。あと3、3発。あと4発。うん、あいつ逃げすぎだろ。ドーン。待って、ローラーもいる。やばい、ローラー対決。よしよしよし。おい、今日調子いいぞ。え、もう俺まだ1回も死んじゃなくね。エリア塗るわ。塗れないね。やばい。やべやべ、何何、どこ行った。うわ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 しっかり濡れた。うわ、今ねやれねえけど、これは絶対突っ込んじゃダメ。あ、味方やってくれてる。ナイスナイスナイス。マルチミサイルかな。え、今ここ、あー、ナイス、味方強えな。多分もうこれ残り20と4か。左押さえてて多分、あー、いや、まだわからないな、これ左ないな。あとは、あ、もうこれ勝ったな多分。あとは、いや、やばいやばいやばい、濡れ濡れ濡れ。いや、塗らないとまずいな、これは。ちょっと芋って正面のやつやりに行きたかったけど、1枚やった1枚やった。こいつもやれればでかい。やった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 、塗って塗って塗って、塗る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 。え、仕方か。いや、イエーイ。結構最後ね、敵1枚どう持っていこうかめっちゃ考えてたけど、やっぱ結局塗るのが一番だね。ああ、いや、だからさ、ローラーってこういう風に塗らない場面もあるのに、しっかり塗りポイントが100万いってるってね、やっぱそれなりに使ってきたんだなって思いますわ。楽しいガチマ、次もいっちゃうよ。さあ、アロアナモールやっていきましょう。2戦目もアロアナモールですね。アロアナモールはね、ローラーであんま潜らないんだよね。結構ね、ガロンで俺潜りがちだから、シールド使ってね。だから、ちょっと今回ローラーはね、よくわかんねえけど、まあ、やっていくわ。まあ、言うて100万塗りポイントありますから、うん、左の覇者になるわ。左はローラー結構つ、まあ、いけると思うんだよね。さあ、で、左来てるかな。おいしょ。ほい。
いないんだけど、もう左の箸になっちゃったんだけど、お前さ、左来いや誰か。あ、真ん中やった、1枚、やばい、もう1枚やらせて、もう1枚、やったやった、トッキョッキョッ、おい、なに、あー、ナイスナイス、俺が倒したかと思った今、ナイスナイス。うわ、さて、左行きますか。さて、左はね、このね、壁塗っとくとね、結構ね、ここね、後々ね、使う時があるんだよね。あ、来たね、ちょっと一回ここにガイ盛りしましょう。泡とか結構もらいがちだから、はい、おー、オッケー。曲がり角はね、みんな危ないからね、ちゃんとね、あのリアルの世界でも気をつけてね。スプラの世界でももちろんね、あの曲がり角潜伏は結構あるんですけれども、まあだからスプラもリアルと言えるんだよね。だからね、みんなもね、曲がり角はしっかりね、右見て左見て、右見る、いや曲がり角では見ねえかもしれないけど、まあちゃんとね確認してくださいね。で、曲がり角で今来てんな、ほい、縦振り、うわ、今度はシールド使ってきたけど、なんかやれて、草、これ壁、壁、ここ皆さん壁、これ壁に守るんですよ。で、こうするんですよ。オーケー、壁、これ、これ、これ。あのさ、敵って曲がった後ってさ、大体基本的に道打つじゃん。でもね、壁に持ってればね、事故ることがないんだよ。だからね、あのスプレーもね、リアルと一緒。壁に、だからもう気をつけてね。やられたけど、これは勝ったっしょ。残りも無理っしょ。よし。よーし。なんか交通安全教室みたいになってたけど、まあ、スプレーはね、壁に守ると、その道打つから、その事故ることがない。だからみんなもリアルの世界で曲がり角とか危ないから、もう壁にひっついてな、セミみたいにね。でも多分そしたら警察に捕まっちゃうかもしれないけどね、やばいやつがいるってね。何この空気。さあラストやっていきましょう。今日はね、なんかね、トークメインというよりはなんかやっぱプレイメインでやっていきたいのよ。だって一番使っている武器っていうさ、武器のタイトルでやっててさ、なんかね、ずっと意味わかんないことね、ずっとペラペラ喋ってもあれだと思うから、だからちょっと今日はね、ローラーについて語りたい。だからね、ちょっとこのローラーという武器はですね、俺スプラトゥーン1の時はね、それなりに使ってたけど、言うてね、シューターの方がめぶー。いや、なんかさ、俺さ、ラーメン屋さんでさ、あのライス食うのめっちゃ好きなの。これね、多分他の人には気持ちわかんないと思うんだけど、やばいやばいやばい、ね、エリア塗られて、うわー。いや、わかる人はわかると思うの。ラーメン屋さんでライス、だから麺と炭水化物なの。だからね、あのね、俺ね、麺を少なめにしてライス頼んだり、よく、OK？ ライスをね、頼んだり、やばいって、ちょっとそこ沼じゃん、やばいって、飛ぶ必要なくない、別にそんな焦らなくていいんだね。リードしたからいい、あ、そうだよね、なんかそういう感じだったのかな、あれ今優勢だったから。もうね、沼じゃんほどね、無駄なものはないよ、本当にマジで。安いから買っちゃうみたいなもんだから、結局やべ、安いから買っちゃう、結局使わないみたいな、ほんとそんな感じ。あのね、使わないものは使わないんだから、本当に気をつけてみんな。なんかやれたんだけど、裏取りしちゃいましょう、みんな静かに裏取りしますよ。やった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 、やばい、隠れて、この岩、うわー、なんで、え、岩の裏に今隠れたじゃん、え、なんで岩の裏に隠れたの、今にそういうとこに当たっちゃうの、今ちょっと顔出てたのかな、イカちゃんの、そんな当たり判定ある、今岩の裏に隠れたじゃん、あのブロックの裏に。もうサイコロステーキ食いたくなったわ、あの岩の裏見たく、もうやめてよ。でかさ、最近さ、ちょっとさ、お腹出てきたの、俺。お腹出てきたっていうかさ、まあ、ね、ちょっとさ、ジム通ってねえからさ、その、腹が出てきてさ、プニプニなんだよ、腹が。あのさ、なんか他の場所はね、そんなにあれなんだけど、腹が出てきて、よっしゃー、見たか、相手のローラーに、待って、3落ちしてるから、これ絶対1人は持ってかないだろ、これバレてるか、これバレてねえだろ。バレてるね、これね。よし、いけた、炭酸1個なのか3個なのか、ちょっと一瞬で判断できない、ここ、あ、そっちか、やばいよ、ちょっとマルチミサイルもうほんとやめて、いや、もうわけわかんねえんだけど、このゲームぐちゃぐちゃさせんなよ。もうさ、なんかビクションバコンバババババとか、もう音がもう何人でだから、そこにやったけどさ、やばい、リードされた、やばい、リードされた、これもうこの辺打って、もうやばかったら使ってエリア塗って、で、もうどうにかしてって味方にまず願って、どうにかしてもらいたいが、裏いない？いるね、いるね。みんな気づいて、やったからいいものの、あ、よ、落ち落ち、あ、強い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 、ちょっと待って、俺ここの覇者になるわ、ここの覇者になる、やっぱ左の覇者だわ、俺左、左の覇者だから俺、ちょっと待って、来てる、やばい、ローラ、今のやれないの？下がりつつ、OK。まだなんかいる、降りてくる、おい、いいよ、左の覇者、右も大丈夫そう、あそこか、まあ右も大丈夫そうだね、これ立ってて、もう縦振り、オーケー、決まりましたね、僕ちん強いでーす、こんにちは、さあ勝てたね、よかった、一時期はどうなるかと思ったよ。
もうちょっと勘弁してよ。好きやでさ、宝弁天もいいけど食べたいんだから今日。だからもうね、今日貸したかったんですが。